ホーム長崎、ゴールキーパー笠原、ディフェンスは串引き菊池白井、アンカーの位置に桑崎、中盤右には高橋、左に米田、トップ下には大竹とクレイソン、今日のツートップはエジガルジュニオとトクラです。ゴールキーパーはブローダーセン、ディフェンスこちらも3枚、岩竹、ガブリエウ、亀川、ダブルボランチに和田と田部井、中盤右には山下、左に山根、シャドウの位置に小川と長谷川、ワントップはマルセロ・ヒアンです。今日はキックオフ前にセレモニーが行われます。ビファーレン長崎の徳良健選手、第35節熊本戦で J リーグ通算400試合出場を達成しました。プロ18年目での達成です。徳良、ただまだガブリエルがついています。徳良が中に行く、左足グランダー、シュートは打てるか、クレイソン、ブローダー選手正面、徳良倒されたがファウルはありません。さあ奪った横浜シーン、チャンスですね、チャンス、マルテルヒアン、中に小川走り込んでいる、逆サイドには山下もいる、速い、速い、シュートがグランダー、こぼれて一旦かき出しました。スピードもありますね。ありましたね、まあ、ここからなんですけども、はい、奪った後ですね、まあ、サイドに流れながら、ここからのスピードというのが非常に速かったですね。ハーフウェイラインのあたりからですかね。そうですね、クレイソン、あ、トクラ座り込みましたね。ダメですかね。プレーは続けられないのか。今日はゲーム前に第35節で達成した400試合出場のセレモニーも行われた徳良なんですが、今日は404試合目、あ、どうやらちょっと厳しそうですね。まだちょっと後ろがかりか横浜 FC、 そして長崎はクレイソンがかわして、さあチャンスになるか、エジガルがいるが、まだ行く、奥原のシュート、弾いた、うーん、素晴らしいセーブですね。山根が大きく前に蹴り出します。あ、これが収まればチャンスになるが、マルセロ・ヒアン、そして取りかわした、速い速い、シュートまで1回、決まった、横浜 FC 先制、前半の30分、マルセロ・ヒアン、はい、からですよね。奥田選手のシュート非常にうまかったんですよね、股の間を狙ったシュートだったと思うんですけども、しっかりとブローダーセン選手が止めた後、この後ですね、スピード非常に速かったですね。まあ菊池選手が先にスタートはしてたんですけども、その後ろからしっかりとボールマイボールにした後でドリブル、まあ、ここからこの一瞬の選手が戻る前に人数をかけたいですね。大竹の左足、面白いボール、いや、よく触った、山下です。あ、ただここでブローダーセンと米田が接触がありました。そしてこの拍手は、ここまでのブローダーセンとそのパフォーマンスに対する、あるいはもっと言うと今シーズンのブローダーセンのパフォーマンスに対するという言い方をしていいかもしれませんが、両サポーターから大きな拍手が送られています。前半終了間際に横浜 FC のブローダーセンが頭を打ちまして負傷退場ということで救急車で搬送をされていきました。この後半からは6ターンがピッチに入っています。6ターンは実に23試合ぶりのピッチということになります。そして一方の長崎もそのブローダー戦と接触をしました。米田ですが、まあ、米田は立ち上がって歩きはしたんですが、前田さん、プレーはやっぱりちょっと厳しそう、そうですね、ということですね。まあ、大事を取ってということだと思いますね。その横浜 FC 和田から長いボールを送っていく山下、走り山下、突破がある、さあかわせるか、うん、ここはよく対応した長崎、ただボールは長谷川、シュートっていった、決まった、左足、横浜 FC 追加点、49分、長谷川が決めていきました、キャプテン。ここ
ですね、はい、出てましたし、山下選手の良さでもある前にスピードで、ね、入っていく、まあ、それクリアされたんですけども、しっかりと長谷川選手が拾った中で、まあ、ここはサイドを、ね、使ってくるかなというふうに思うんですけども、前が一瞬空いたんですよね。奥田選手と大竹選手をどれだけ走らせるか。キアンが送ってシュートはかわしてシュート、また戻ってきた、まだある、長谷川、ここは笠原手に当てた。今度は右足クロスだ、キアンのヘディング、ゴール右側、横浜 FC 怒涛の攻撃。小川選手ですかね、はい、ここで切り返しは決まったんですけども、うん、この後決めたかったでしょうね。笠原よく足当てましたね。当てましたね、まあ、ここもこう、ね、長谷川選手イメージが持ってましたので、はい、振り抜きましたけども、まあ、ここは長崎奪った、エジガルジュニア、クレイソン、クレイソンはクロスだ、速いボール、よく触りましたね。そうですね、これです、逆サイドにというような狙いがあったシュートだと思うんですけども、さあここから速い攻撃になるか、長崎縦に送っていったクリスティアーノ、ヒールで送った奥田シュート、ゴール左側、クリスティアーノ、まあ、いい関係性でしたけどね、まあ、もう少し運んでもよかったのかなと思いますけども、まあ、シュートまで行けてなかったので戻します。右サイドからのクロス、クレーベ、ゴール右側、さあ今アディショナルタイムの4分台に入りました。目安の4分、ここで試合終了。横浜 FC が勢いを持続する連勝、21勝目を挙げました。勝ち点をこれで74としています。勝ち点では首位の新潟と並びました。 J1 自動昇格にまた大きく近づく勝利です。一方ビファーレン長崎は引き分けを挟んで3試合勝利がありません。ホームでの3ヶ月ぶりの勝利、手にすることはできませんでした。